はわい温泉の位置はわい温泉の位置はわい温泉は、鳥取県東伯郡湯梨浜町にある温泉。近年、鳥取県内では、皆生温泉、三朝温泉、吉岡温泉に次ぐ4位の温泉客が来る。三朝東郷湖県立自然公園に含まれており、その他温泉街の湖岸の一部が、東郷湖羽合臨海公園になっている。泉質は、旧泉質名では、含む石膏食塩泉、新泉質名では、硫酸塩泉で、東郷湖の対岸にある、東郷温泉と同じである。なお、明治末期には、硫黄泉、昭和初期には、食塩泉と紹介されている。もともとは、東郷湖の湖底に湧き出していたが、現在の温泉街は湖を埋め立てた地区にあり、湖底や埋め立て地を掘削して湯源を得ている。おおむね30から60メートルの厚さの沖積層、さらに厚さ40メートルの高積層を貫いて、花崗岩の基盤まで掘削すると、花崗岩にある断層の隙間から高温の湯が湧き出している。これまでに数十箇所の源泉が掘削されているが、その多くは既に枯れており、数箇所の源泉を共同で利用している。湧出量は、毎分約1500リットル。源泉の温度は概ね摂氏50度である。東郷湖上に設けられた風呂東郷温泉とは、東郷湖を隔てた対岸の位置関係にある。三朝東郷湖県立公園に含まれており、その他温泉街の湖岸の一部が、東郷湖羽合臨海公園になっている。湖を岬状に埋め立てて、温泉街が形成されており、対岸からは湖上に旅館が浮かんでいるように見える。湖を利用し、湖上に風呂を設けたり、旅館の窓から湖水へ直接釣り糸を垂らすなどの特色作りがなされており、湖で獲れる魚を出す宿もある。湖岸と湖中の温泉が目標で繋がっており、夜間は橋に灯明を灯して、温泉情緒を演出している。また、湖底から湯が湧いているため、湖には霧がかかることが多いとされている。温泉街では七福神にちなんで7箇所の温泉設備の整備が予定され、福禄寿の湯という足湯が温泉街に整備された。その後整備が進み、はわい温泉に4箇所、東郷温泉に2箇所の計6箇所が七福神の湯となっている。鳥取県が入湯税から算出した調査によれば、1998年には、年間約19万人近い入湯客があった。2017年には、約12万余りまで減少している。いずれも鳥取県内では、皆生温泉、三朝温泉、吉岡温泉に次ぐ4位である。なお、1989年以前は、各自治体からの報告値をもとに、来客数を推計していたが、それに従うと、はわい温泉の来場者のピークは1990年代後半で毎年57万人以上が訪れていたとされる。太平洋戦争後の間もない1954年頃には来場客は年1万人程度で鳥取県内の各温泉地の中でも最下位の部類だった。対岸の東郷温泉は倍以上の来場客があった。1980年代に来場数が大きく伸び、東郷温泉と来場数が逆転し、1990年代に入る頃には、県内の他の温泉地も超えて、県内有数の温泉地へと成長した。現在の名称、はわい温泉は1998年に、当時のはわい町が、旧称、はわい温泉を改めたものである。はわいの地名の起源は、少なくとも、鎌倉時代に遡る。鎌倉時代の下地中文の資料として知られる、東郷荘、下地中文絵図では当地を、はくい伝と書かれており、これが、はわい伝に転化した。はわい伝表記は、戦国期の吉川元春の書状に登場している。記録によれば、温泉の発見は1843年に遡る。東郷湖の湖底から、湯が、自然湧出しているのを漁民が見つけ、湖畔の村人から鳥取藩へ温泉利用の願いが奏上された。この時は温泉を利用することで農民が湯を沸かすための焚き木を集める作業を
省力化でき、それによって農業効率の上昇を見込めるという趣旨で藩から許可が出た。これがはわい温泉の発祥である。温泉の開発に先鞭をつけたのは、石見国出身の元氏族と伝わる湯村康介である。湯村は1866年に湖底に竹筒を差し込んで、採油し、湖上に浮かべた船に樽を置いて、湯を溜めて、湖上の温泉とした。これは、青空湯場と呼ばれて、明治初期まで続いたが、湖上の波浪の影響で揺れたり、船が流されるなどして1880年頃に、廃れた。湯村は諦めず、1886年頃に、今度は湖岸を埋め立てて、掘削を行い、うまく、温泉を得て、温泉旅館の開業にこぎつけた。この辺りは、旧浅津村の村域にあり、温泉は、浅津温泉と称した。鳥取県内では、明治末期に、山陰本線が全通した。これによって、近畿方面からの温泉客が、鳥取県にやってくるようになり、鉄道沿線の浜村温泉や鳥取温泉に客が集まるようになったのに対し、旧街道沿いにあって、山陰本線が遠くを通るようになってしまった、岩井温泉などは逆に客足が衰えた。東郷湖の周りでは、松崎駅前の東郷温泉が交通の便利が良く、鳥取県内で1、2を争う温泉客を集めた。かつては、中心街の南側に、ミドレークホテル東郷という巨大ホテルがあり、山陰随一の規模で、宴会場や露天風呂等も併設されており、栄華を極めた。しかし、経営不振により2000年頃に倒産。現在は取り壊され、更地となっている。浅津温泉は、山陰本線松崎駅や東郷温泉から見ると、東郷湖を隔てた対岸にあり、交通の便は悪かった。しかし、東郷温泉のある湖畔からと対岸の浅津温泉を渡す連絡船が整備されると客が来るようになり、大正時代に温泉街が発展するようになった。かつては、この連絡船が温泉への主な交通手段だったが、2014年現在は1日1便が運行するのみである。この前後、浅津温泉は1927年に新東郷温泉に改称している。太平洋戦争が終わり、モータリゼーションが進むと、国道9号に近い新東郷温泉には、団体客がバスでやってくるようになり、温泉客は急増した。1954年から1980年の間に、温泉客は24倍に増え、旅館数軒だった温泉街には、高層のホテルや旅館が立ち並ぶようになった。源泉の開発も進み、近隣の一般家庭にも温泉が給湯されるようになった。この間、地元のはわい町の主要産業は、農業一本から、温泉の観光、レジャー産業が急進し、1978年に、はわい町の創立25周年を記念して、新東郷温泉を、はわい温泉に改称した。この時に、はわい温度が作られ、はわい温泉の表記も行われるようになった。さらに20年後の1998年4月に、町は、正式名称を、はわい温泉と改めた。2004年10月に、はわい町は、近隣の東郷町、泊村と合併したが、新しい町名は、はわい温泉や東郷温泉にちなんで、湯の字が用いられた湯梨浜町となった。この時に温泉街に足湯が整備されている。CM 中に出てくる案内看板ソフトバンクのテレビコマーシャル、シラトやハワイからの留学生編においてトリンドル・レイナ扮する留学生、鳥取忠の出身地が鳥取県ハワイであるという設定である。1982年の文献では30の源泉のうち21が枯れ、9つの源泉を利用している。各文献の数値は、摂氏56度前後、50摂氏70度、摂氏54度、42摂氏61度など。この前後には、1889年に、浅津の谷井戸を掘っていたところ温泉が湧いたという、記録や、掘削のほか、湖岸で、自然に湧出しているのが、明治末期に発見されたという記録もある。1902年に、
浅津温泉が発見とする文献もある。ありがとうございます。